はい、どうも皆さん、こんにちは。安田彦です。それでは本日のキャッシュレスニュースなんですけども、まあ、サムネとタイトルにもあるように、ゆうちょペイが5月に導入ということで、使うメリットはあるのかということと、あともう一つ500円プレゼントということで、こちらについて解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで早速今回はヤフーニュースからこの TBS ニュースから引っ張ってきました。まあ、こちら映像のニュースだったんですけども、題名にゆうちょペイ来月8日に開始ということで、まずそもそもゆうちょペイとはということで、まあ、前回動画でもお話をさせていただいたんですけども、まあ、改めまして、まあ、こちらあなたのスマホがお財布代わりになるゆうちょの新しいスマホ決済アプリ、コードを読み取るだけで簡単にお支払いができますということで、即時引き落とし、使いすぎの心配なし、簡単スピーディーということで、年会費と入会金無料ということですね。で、サービス開始時はヤマダ電機などの4500店舗で、利用が可能、そして9月までに松屋、ワタミ、東急ハンズなどでも使うことを目標にしているということですね。で、今回の、まあ、キャンペーンということで、まあ、先着100名様にご登録、まあ、インストールですね、アプリのインストールして500円をプレゼントされるということですね。で、こちらのキャンペーンは5月の8日、8日からですね、こちら2019年の9月の30日の月曜日までということで、こちらがキャンペーンの期間ということになっております。まあ、ちょっと気持ち長めですね。で、まあ、申し込み方法すごい簡単でした。パッと見、まあ、1番もうまずアプリをインストールをしていただいて、そこからアプリを開いて初期設定、ゆうちょ口座との、まあ、簡単に言うと、まあ、連携をするというような感じですね。で、連携をして、そしたら、もうその時に口座の、ご登録の口座へ500円が入金されるということになっております。で、今回、まあ、このゆうちょ銀行なんですけども、なんと口座数がですね、1億2000万の口座数があるんですよ。もう日本の人口かよっていうぐらい、めちゃめちゃあるんですよね。これはもうこのゆうちょ銀行の強みではないのかなと思います。で、3年で利用者数1000万人、そして年間の決済金額を1兆円を目指したいということなんですけども、これはもう僕個人としての、思うことなんですけども、と思うのは、厳しくね、と思ってですね。いや、ちょっと正直厳しくねっていう、まあ理由は結構、これは僕が普段こうキャッシュレスを発信しながらとても思うことではあるんですけども、まあその一つとしたらもうこれがやっぱポイントかなと思うんですよね。もうワクワク感が足りないなと思うんですよ。まあそのいわゆるエンタメ要素っていう。まあその、まあ、比較、やっぱ結局後発組という後で出てくるものっていうのは、何かしら比べられるっていうのはもうあるあるなんですよね、正直。もういい例としたらやっぱりペイペイであったりとか LINE ペイ、ここと絶対天秤にかけられるんですよ。で、LINE ペイとかペイペイっていうのは、LINE ペイの場合はおみくじがあったりとか、もう本当にキャンペーンとかクーポンが結構楽しいような感じで、もうまあ、言い方が変かもしれないんですけども、ちょっとうざいぐらい結構来るんですよね。けどまあ、エンタメ要素を忘れてないぐらいやっぱ楽しいんですよね。であとはペイペイはもうまさに今まだ合ってる第2弾100億円キャンペーンみたいな感じで、なんかやっぱりすぐにこう、なんかキャッシュバックっていうかポイントバックが当たりとか外れとかを楽しむことができるっていうなんで、やっぱそこがやっぱり重要なのかなと思うんですよ。けどやっぱりゆうちょとかっていうのは、なんかせっかくあれだけの口座数があるのに、まあ多分、前回の動画でもお話をさせていただいたんですけども、まあ狙ってる層っていうのは結構かなりの高齢層っていうのを狙ってるというふうにも書かれたことがあったので、まあなのでそこら辺に関しては必要ないのかなとは思うんですけども、いやまあせっかく使うならちょっと楽しく使いたいなっていうのは僕個人としての意見として思いました。はい、ということで本日のキャッシュレスニュースはゆうちょペイについてお話をさせていただきました。まあ多分まだまだまあ、どこかしらのキャンペーンとかで力を入れてほしいなという個人的は、意見はあるんですけども、まあ、なんかもったいないなっていう、こんなに口座数があるならもうちょっと楽しみたいなっていう個人的な部分も思ったので、まあ、ちょっとだけ期待しておこうかなと思います。ということで本日の動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、あと気になったことがあればコメント、そして、ツイッターもしていますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。